ミア？ミアどうした？ミア！いなくなってる。ミア。ミアどこ行ったの？はー、開いてるー。追いかけろ。今すぐミアを追いかけろ。どっち？こっち。こっちね。今すぐ追いかけろ。行け行け。ミアを助けに行け。はあ、自動ドアー。なんて親切な家。失礼しまーす。うわあ、突然の大雨じゃん。ここは？ここ開く？ああ、何にもなし。それじゃあ、これは携帯じゃない、黒電話だ。もしもーし、もしもし、誰もです。じゃあこっちでいいのかな。 F、 これは、お、廃屋の見取り図だって。やったー。おお、これでマップが見えるようになった。洗面所とリビングか。オッケー。じゃあこっちが、お、打ち付けられてる。こっちは、こっちは洗面所だよね。おお、ちっちゃ、ブルブルブル操作があやふやで。で、うわ、トイレだ。汚っ。掃除しなよ。うわぁ、こんなところ使えねえ、使えないね。ん？回復薬だ。やった、ゲット。この下とか開けられない。うわ、なんかどんどん行ってる。ちょっとここだけ調べさせて。あ、回復薬だ、ゲット。どんどん行ってる。どこでどんどん行ってる。どこ、どこ、こっち、こっちか。ええ、なんでこっちからどんどんとか言うの。よっか。うめき声がするけど。うわー、貞子。うわー、うわー、ミア。どうしたのミア、老けたね急に。どうしたの。いってー。抵抗しろ、今すぐ抵抗しろ。うわあ、痛い。やべえぜ、この女。ミア、待って、よせ。差し返せ、今すぐそのナイフを取って差し返すんだ。負けれないさ。痛い、やだ。頑張って。ミア。血だらけじゃん。声が聞こえる。あの子が私の体の中に戻ってこようとしてる。やめて、出てって。いた、やめろ。私を一人にして。やめろって。私が悪いの、当然の罰よ。やめろって。なんでこんな泥水の中をさ泳いできたのにさ、こんな目に遭わなきゃいけないの。回復薬を使おう。この回復薬万能なんだ。ミア、ミア、うわぁ、何、やめろ。
手斧ってどこ？あった。斧を取れ。斧を手に取って。よっしゃ。これどうすればいいの？攻撃。オッケー。どうしたらいい？攻撃。痛い。ちょっと待って、奥さんにさ、こんなことできないよ。ちょっと。もうみんな死んでる。やだ。やだ。ああ、顔が元に戻ってる。やだ。やだよ。なんでこんな目に。電話が鳴ってる。なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだよ。ミア、ごめんな。ミア、イーサン、これはなかったことにして帰ろう。誰も見てなかった。誰も見てなかったからなかったことにして帰ろう。ミアはいなかった。ここに来るんじゃなかったね。誰だ、一体何が起きてるんだ。私はゾイ、屋根裏から逃げられるよ。ゾイ、屋根裏。今すぐ行って、早く。ゾイちゃんからの電話ですね。このゾイちゃんっていうのはこのベイカー家の娘さんですね。じゃあ行きましょうか。ミアちゃんがいなくなってるね。おやおや、いなくなってるね。で、斧だけ。はあ、ミア、辛いな。よっしゃ。で、ここはあれだね。さっきの場所だね。ここが繋がってたんだ。オッケー。で、屋根裏から逃げられるって言ってたから、ちょっと屋根裏に行こうか。屋根裏って言えばここの上だよね。よいしょ。うん、このステアーズかな。これ、あー、これか。この階段を下ろさなきゃいけないんだ、多分これで。なのでヒューズかな。ヒューズを探さなきゃいけないんだね。よっしゃ、ヒューズを探しに行こう。確かね、ヒューズの場所はね、なんとなく覚えてるんだけども、そう、ここのね、開いてないクローゼット、失礼します。よいしょ。ここでこれね。よいしょ。よし、ありましたね、ヒューズ。ゲットー。じゃあヒューズをつけに行こう。ああ、ミア。ミアがいた。やべ。大丈夫？やだな。ここだよね、ヒューズ。うん、よいしょ。じゃあここに、よいしょ、ヒューズをつけたら、お、なんか全部通ったっぽいね。これで電気がつくのかな。どうなんだろう。この家電気代払ってる？よいしょ。そしたら、うわ、安心して大丈夫。私、やだ、傷つけるつもりはなかった。ほら見て、この影見てほしいんだけどさ。あー、よくもやりやがった、この顔が。あー、もう怖いって、その顔やめろって。お前も味わいやがれ。痛い。何、もうやだ、痛いよ兄さん。
さん抜いて抜いて今すぐ抜いてって どうしてんのイーさんイーさんイーさん抜けって抜いてイーさん今すぐ抜いてって早く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  なんで抜かないのイーさんイーさん抜いて抜いてってあーいやだ見た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 うわーあーいやだー腕がーイーさん腕がいいぞ腕がちょっと待って回復薬回復薬でいけるかこれ回復薬でいけるか回復薬はどうだ回復薬回復薬じゃダメそう回復薬かけてる俺の腕俺の腕俺の腕は俺の腕俺の腕拾える俺の左腕よいしょよいしょどうするイーさん止血止血まず止血だまず止血をしろなんか紐で縛れ紐で縛るかあぶれ火であぶれうう大丈夫かイーさんとりあえずここのボタンを押そうイーさんよし来たイーさん大丈夫かこれ左腕拾ったけどアイテムってどこで見るんだ？あ、ここね。見て見て。左腕。まだ暖かい。よっしゃー。じゃあね、どうしたらいいんだっけ？そう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 、この上にね、上がっていくんだよ。よいしょ。大丈夫か、イーさん。あ、喘いでいるけど。まあ私としてはねもうあえぎ声はもう存分に堪能したいんで全然このままでいいんですけど大丈夫インさんはこっちはあハンドガンの弾だついにハンドガンとハンドガンの弾が手に入ってしまったねよしこれでああ回復薬ももらってうわあ始まりますねバイオハザードがあらやだあらやだあらやだこれは構える OK 構えるで撃つがこっちね OK よしよし行こう行こうよしよし。いやいや。あ、まだハンドガンの弾がある。やだー。この箱は？この箱なんでもない。この扉は？この扉も開く。ここは何？お、ハンドガンの弾だ。ハンドガンの弾がいっぱいですね。よっしゃ。じゃあ、ここだね。屋根裏から出れるって言ってたけど、ここから行こう。分かってましたよ知ってますよやだやだミヤ何も、何も、やだうん、どうしようなんかいらないやばい、どういつも私を見てるさ。どうして？リロードしろ、リロード、リロード、リロード。こう走って、こうして、あ、間違えて撃っちゃった。これは私の義務。リロード、リロード、リロード、リロードして。あ、お。嘘。二度も奥さん殺さなきゃいけないことある？やだ。いや。ここはどうしたらいいんだ？そしたら？あ、え、何？行ってー！これが有名なファミパンですね。ファミリーパンチことファミパン
家族へようこそという実績が解除されましたよ。引きずられてるな。起きてよ。まだ死んじゃダメなんだ。やってもらうことがある。俺の左腕がそんなホチキスみたいなので止めないでよ。ここはどこなんだ。ここは一体やめろよ。どうなってる。何すんだよ。ようやく起きたのね、ボスケさん。夕食の時間だよ。なんだ、誰だお前らは。ミアはどこだ。うわー、何食ってんの。美味しいんだから。このバカには何言ったって分かりゃしねえ。やめろって。なんだお前。痛い。どげ回ると。好き嫌いはいかんぞ。夕食はちゃんと食わんとな。さあ食うんだ。それ何。ちゃんと食わんといかんぞ。それ何。脳みそ。ほら食うんだよ。何だいこのクソ野郎が。吐きやがったよ。ジャック、こんな。おい、うるせえぞ。せっかく作ってやったってのに。ああ、なんだい、ふざけやがって。ヒステリーだ。あのクソ野郎許さないよ。せっかく私が作ってやったのに。吐きやがって。こいつは俺にはとっておきのご馳走でな。わかるか。わからない。何。ええ、喋れなくなっちゃう。さあ行くぞ。クソ、邪魔しやがって。またあの札が来やがったんだ。こんな時にクソが。おそろだね君、腕がなくて。おみんないなくなった。おばあちゃんだ。おばあちゃんと二人きりだ。これさっきの写真のおばあちゃんだよね。で、あれ動ける？あ、動ける。よいしょ。抜けろ。抜け出せ。よし。いけいけいけ。よっしゃ。で、ここからどうしたらいいのかな？一家から逃げる。なるほど。じゃあ。この部屋の探索をしつつって感じかな。よいしょ。なんかね、私のことなんですけれども、あのペットでね、ザリガニを飼っておりまして、ザリガニの名前がね、イーさんという名前なんですよ。お、ハンドガンの弾だ。そう、このイーさんっていう名前はね、もちろんこのバイオハザードからいただいたんですけれど、なんかね、イーさんっていう名前をつけたからかどうか知らないんですけど、あのね、一緒に飼ってたメスのね、ザリガニに片腕を取られるということがありましたね。うん、名前のせいかもしれない。ルイジアナで男性3人が行方不明。今月9日、ルイジアナ州ニューオーリンズから同州ダルウェイに出かけた男性3人と連絡が取れないとの通報を受け、州警察は何らかのトラブルに巻き込まれた可能性もあるとみて捜査を開始した。連絡が取れないのはピーター・ウォーケンさん、アンドレ・スティックランドさん、クランシー・ジャービスさんの3人。インターネットに配信する動画撮影のため、ダルウェイへの取材を計画していたとのことってことで、さっきのね、ビデオの人たちだね。で、これは時計。ああ、時計ですね。で、これは何もなしということでね。そう、さっきの話に戻るんですけどね、まあ、ザリガニは1匹ずつ飼うものなので基本的には一緒にしないんですけれども、ちょっとね、まあ、個人的に繁殖をしようかなって思ってたんですよ。だから、まあ、奥さんになる予定だったザリガニのメスにですね片腕を取られました。ニコズハードウェア、
ノコギリ、登山用ロープ、ペット用首輪ということでね。ペット用首輪は何に使ったんでしょうか。よいしょ。で、こっちがキッチン。ん？失礼します。ふぅ！ん？女50代肥満ソテなるほどなるほどソテーにされてしまったらしい。食べたくないですねそんな晩ご飯で。ここにねこれ見てほしいんですよ。見てこれ、エブリン、エブリンって書いてありますね。さてエブリンとは一体誰なのでしょうか。よっしゃ。でここからね多分出れると思うんだけど、ハンドガンの弾では出られないな。でここの鍵をね探さないといけないみたいですね。よっしゃ。じゃあ鍵を探しに行きましょう。ん、おこれはハーブですね。いやー最近流行りのおハーブですわーってやつですわね。よし、これは、あー施錠されてる。で、え、何これ。なんで申し上げてんのにこんな綺麗に可愛く花が飾られてんだよ。もっと他にやることあるだろう。もう。いなかったじゃんさっき。さっきまでいなかったじゃねえかよ。何してんのあの人。怖。どうしたらいいの。ガレージだ。これは壊せそうだ。壊せないの。パンチとかでいけない？ E さん、 E さんの拳で、えいって。じゃあガレージは、ガレージはここが開かないと入れないっぽいね。素手では剥がせそうにないみたいなので、多分ナイフがいるんだよね。バイオといえばナイフで、こっちに行って、ディナーが終わってないのに出ていくつもりか。待って待って、え、やばい、何、やだ、見つかっちゃった。バーじゃねえよ。いっ、この腐ったれ、大事なテーブルをどうしてくれる。お前が壊したんだろそのテーブル。待って、ここって一体何、あだ、一体どうやって、逃げろ逃げろ、イーさん、今すぐ今すぐ今すぐ逃げろ。早い、早く早く走って。ほら出ておいで小人ちゃん。うわっ、あ、このシーン見たことある。逃げたって無駄だぞ。やだやだやだ、危ない、今すぐ走れ走れ、もっと早く頑張ってイーさん。めちゃやばいやばいやばい、どうしたらいいの、どうしようかな。 こっちからこっちから、危ない危ない危ない、こう言って、鍵がある場所は分かってるんだ、こっちなんだ、ここにあるって知ってるんだ私は。よしよしよし、あ、サクサクプレイ、サクサクプレイで行こう。こっち何があるんだ、これは、あ、ちょっとこれは見ときたい。さっきのイカれた夫婦だ、見て、25回目の結婚記念日とかさ、ルーカスの写真、こんな爽やかな感じで撮ってるのに、本当にどうなっちゃったのこの家族は。本当、ああ、じっとしろよ。なんか音変わった、見つかった、見つかっちゃった。やだ、痛い痛い、いってー、バカ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 、立ち上がれ立ち上がれ立ち上がって。そう
ここにね、ここにあるやつを見てほしいんだ。これ、これだけなぜか顔にぐちゃぐちゃってされてんの。さあ、鍵はゲットしたから、ここから逃げよう。早いとこ。ルーさんはどこに隠れた？よし、サクサクプレイ。よいしょ。よっしゃ。そしたらこっちね。うわー、床下もこんなになってるんだ。すごいな。お、アンティークコインだ。これね、なんか収集アイテムっていうか、これを集めるとなんかもっといいハンドガンとかと交換できるアイテムですね。あ、この辺はなんかあるか？なんかあるかな？なんか上歩いてる音がする。嫌だな。ここだね。よし。あ、イーさん？イーさん上がって。イーさん上に上がって。よし。おーし、着いた。ここは洗濯部屋っぽいな。まあ、コインランドリーみたいになってるけど。お、セーブがある。やったー。で、これは本館の見取り図と、あ、これはあれだね、アイテムをしまえるやつだ。運転免許証が入ってる。アンティークコインは、アンティークコインはしまっちゃおうか。 OK。 じゃあ、今回はここまでにしたいと思います。あのね、結構操作とかおぼつかないし、あの謎解きとかもねぐだっちゃうかもしれないんですけど、今後ともよろしくお願いします。バイバーイ。 Bye.